はいはい、ここはタタン、次はタタンのビーチ楽しみました。ご飯堪能しました。ブルーシールのねアイスも朝から食べてすごいお腹パンパン。さあこれから那覇に向かって今日は出発します。ストリートピアノあるの聞いて来たんですけど、張り切ってあこんなとこにあると思ったら、今日はねたまたま沖縄県立芸術大学の方 のトランペットとピアノのアンサンブルの演奏があるそうなので、まあ、それはそれでちょっと楽しみ聞いていきたいなと思います。なんか弾くのはねちょっと残念ながら弾けませんけど、私ね実はね音大時代トランペット の演奏者の専属の伴奏してたので、これちょっと懐かしい気分です。今ちょっとトランペットのねあれあの音聞いただけでちょっと私的に懐かしい気持ちが迎える、あのピアノの人がね今ちらっと見えたんやけどね、もうちょっとのピアノ王子って感じアロハやないよねすごい久しぶり、楽しみ。トランペットの音なんかちょっと胸が高鳴る。あの子元気かなトランペットと思いました。私もそうやって伴奏してました。まあこのアンサンブルしたことない、一人ソロ のトランペットソロの伴奏したけど、こんなんやったコンチェルトやと思うよこれ多分。ねー懐かしい、頑張れ頑張れ縛りよさあちょっとねひめゆりの塔にねせっかく来たので、なんか私らが沖縄に来た日6月23日は沖縄のね慰霊記念日みたいな慰霊の日やったんかな。なんかね沖縄といえば海空なんかバカンスみたいな感じやけどね、私ね参拝したいと思います。しょうもないわ、なんかはしゃいだらいかん気分になるね。姫ゆりの塔ってなんかかわいそうよね、泣きそう私も本当に。
勢がね。攻撃されて罪もないのにね。そうそう。この頃がなんかいいなと思ったらね。